ネロちゃんシロ、タスク何やってるか分かんなそうだったから、これなんだよ状態だったからシロ、ネロちゃんは。ネロちゃんと対抗でいいや。え、俺と対抗なの？頑張ります。どうやってやんだよこのタスク。ネロちゃんシロ、タスク何やってるか分かんなそうだったから、これなんだよ状態だったからシロ、ネロちゃんは。そういうところで見ていこう。何これ、こんなの初めて見たよ。死んでる可能性、サッカーな。いや、伊豆さんも生きてんのか。あ、やった。あ、これ伊豆さんかな。はい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 、信号機みたいな死に方してるやん。じゃあでね、待って言うね。プテハシが南東センサーを通過した。ハタサコが東西センサーを通過した。ネロちゃんが南東センサーを通過した。わかってーや。何だ無理だ。南東センサーって何？これ誰の死体発見でしたっけ？今のは赤と赤と赤さん。あのね、三つ股に分かれてる通路のところのちょっと上の方よね。俺が今上から来て。あ、俺そこ通ってきました今。お。そこ通ってカフェテリア右下のとこ行って、で魚さんとすれ違って。保管庫の方に入りました。まあ、あと一応ごめんね、梅健さん初動の方は原子炉あたりにいたはず。初動というか中盤か。梅健さんね。うん。じゃあネロちゃんの経路もう一回教えてほしい。リアクターが鳴ったんで、リアクター左側って言ったらいいのかな、下の方、ロッカールームの左下に直すとこがあったんで、それを直したのが俺で、直してからカフェテリアの方に向かっていってます。このまた開いてる人みたいな形じゃん。 そこのじゃ下側から左から入って右に抜け て最終どこだの。最終は保管庫見てます。魚さんとか伊豆さんとか、うん、保管庫。俺魚さんとすれ違ったと思うけど、俺ね、トータスさん7個はストレージにいて、そっから出てってバルコニー行って、バルコニーの左にいたからね、るちゃん。いや、いないです。カフェテリアの上の方で、魚さんと俺がすれ違ったと思っていた。ごめんなさい、そこら辺に今いた気がします。いや、俺ね、プテヤさんめっちゃ怪しく思っちゃって、ちょっとネロちゃんの曲飛んでんだけど、プテヤさんってバルコニーから入ってきてるよね。いや、僕は、音質、あ、リアクターの上直したのは僕ですよ。で、そのまま下下ってカフェテリア、バルコニー一周して、魚さんと伊豆さんとすれ違って、僕最後またのところのちょうどまたにいるんですよ。でレポートね、はいはい、あのキルした瞬間じゃないのは分かる。倒れてるのに、あのレポートが俺見えてるから。え、倒れてる瞬間は見てない。でも結構最後のネロちゃんと対抗でいいや。え、俺と対抗なの。うん、だって僕がカフェテリアからまたの真ん中にまで行って発見してんだよ、うん、僕が。で、ネロちゃんそこ通ってきたって言ってんでしょ。うん。で、すれ違ってないもん。え、どういうこと、すれ違うの。え、だって僕カフェテリアから向かってんのよ。え、違う、だから上から下に下るときに魚さんを俺見てるよ。で、魚さんと会ってんでしょ、カフェテリアで。うん、いや、会ってるけど、僕は魚さんは見たけど、ネロちゃんは見てないの。ね、そうなると時系列的にネロちゃんが先に行ってるって悲しいなのか、カフェテリア。そうです、あの、え、違くない、バルコニーからカフェに入ってきたんでしょ。え、伊豆さんが通った時にはいなかったんだよね。伊豆さんってどっから来たの。もちろん。もう一つ情報あって、ずっとコミュ見てて、梅健さんとサントスさん、コミュのやつに一回も映ってないと思ってるから、
センサーがあるところを通ってない梅健サントスは。はいはいはい。ずっと見てました。ずっと左だよね。そうすると。やと思います。じゃあネロちゃんとやっぱり対抗でいいわ。僕は温室カフェテリアの縦通路をめちゃくちゃ往復してたから。あ、そうなんだ。センサー。ええちょっと待って、伊豆さんプテの方が怪しくない？これなんで対抗できんの俺と。えだって見てないんだもんネロちゃんを。僕はカフェテリアからまた行って発見なんだよ。で僕見てないのよネロちゃんを。あら、なるほど。ちょっともう一回センサーかけてみます。あと魚さんかもしれん。じゃあえちょっと魚さんが見てるっていうなら、あこんな釣られ方するんや。見てないからね。伊豆魚しか見てないよねカフェテリアね。いた？いたっけ？いないよな。これでダブキルで GG されたらごめんねーって。ねるちゃーん、ごめんねちゃーいって。謝ろう。むずくてバラた。あれ？はい。はい。高野さん上の方におったよね。いや、あの、タロちゃんの現行犯を発見しました。ナナコさんです。ああ。どこですか？今一緒にいたよね、ナナコさん。はい。あそこの、除染室の真ん中のこの通路のところ、あの研究室と原子炉の真ん中のところ。ああ。で、タロちゃんが魚さん来てるのを発見。え？ 2 キロ起こそうとした？誰かもう、僕はその除染室のあの扉が2枚あるところあるじゃないですか、うん、あれの2枚目を僕が開けてで行ったら奈々子さんがちょうど切ってる瞬間に出くわして奈々子さんがレポートしたって感じなんで。タロちゃんってどっから来たの？だから僕初動はオフィスの方にいたんで、そっからあの下って道なりにロッカールームとか通信室ら辺を通ってで扉を2枚開けて今原子炉と研究室の間。俺はあのプテと一緒にそっちの方入ってきて、でトータスさんと研究室のあのん右のとこにタスクやったかな、トータスさん。うん、そうだよね。であの原子炉のところにおぞましいなんかマザーブースみたいなのがあるのがあるなと思いながら見てて、うん、原子炉の方入ろうと思ったらあのその除染室通路のところでタロちゃんが魚さん切ってのを発見してるんですよ。七子さんを信頼して慎太郎に入れたいです。理由は七子さんと僕が研究室のなんかクリあまあタスクをやってて、で七子さんはやってたか分かんないけれども、僕を置いてって七子さんがそこに行ってるってことなんだけど、七子さんの視点で僕を切ればいい。楽にしてくれ太郎や。楽にして楽にしてくれ慎太郎。弁当で言ってるやんね、あの南西センサー通ってないよね。南西センサーもう南西センサーセンサーいやだってもう弁当が楽しくてさどこでもいけるから。あ、じゃあネロちゃんは合ってたのかな。どこでもいけるけど見てないもんね。勝てない。違いますよ。あれあるな。正しいです。あナイスナイスナイス。おもろ。いやミラーや紙マップでわ、ミラーマジで紙マセンサーって何センサーセンサー旗底割れたしてるし絶対ハルトが予想してた